かけるまだ遅れちゃうよ。分かってるよ。やっぱダメだ、俺こんな店入れねえよ。しょうがないな。位置についてよーい、しまった、陸上部の癖が。いらっしゃいませ、プレゼントですか。はい。死ぬかと思ったぜ。プレゼントも買ったし、うたちゃんの誕生日パーティーに出発。いらっしゃい。すごいでしょ、マイメロがね、5日もかけて作ったんだよ。マイメロがケーキにかける情熱はただごとやないな。でも私たちだけで食べきれるの。大丈夫だよ、マリーランドのみんなも来てくれたもの。こんにちは。王様、王子様、お久しぶりです。そうなんじゃ、久しぶりのかなでちゃんなんじゃ。王様かなでちゃん相変わらずだね。で、あとは誰が来んねん。フラット君と小暮と純君。いて大丈夫お父さん。もう何してたの。いや、せっかくの誕生日だし、皆さんに歌の小さい頃を見てもらおうと思って。わあ、懐かしい。なんやこれ。おお、これが歌ちゃん。あらまあ、可愛らしい。歌ちゃんはずっとマナちゃんやミキちゃんと仲良しだったの。そうよ、ミキとは幼稚園の頃からいつも一緒。思い出アルバムメモリアル、思い出二人でワンセット、ずっと一緒にドリーミング。毎日胸いっぱいの夢を食べて遊んでたわね。うちが歌たちとおたんは小学校に入ってからや。そうだったの。いや、かけるくんまみっけ、この頃からいつも歌の周りをちょろちょろしとったな。そうそう、髪引っ張られて泣かされたし、蛇とか虫のおもちゃで泣かされたし。ほら、夢ののお友達。じゃーん。ほら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 。うた？夢の、おーっす。隠れのバカ。前よーし、後ろよーし、髪よーし、お口の匂いよーし、今日こそうたちゃんのハートをゲッチだぜ、イエーイ。バッチリでございます、ジュン様。ヒイラギ様がバラを摘んでいるということはつまり、朝一番の摘みたてのバラを君に。あ、こんなところにも美しいバラが。ん？あ、違った、ロミーの唇だったね。いやー、ヒイラギ様ったら。これと例のものとどっちがいいかな。夢野くんの誕生日のお祝い、両方届けてしまえばおよろしいのでは。あ、今日はウタちゃんの誕生日じゃなか。そんな今日はどこまで妄想したじゃんな。あの花束をブーケに教会で結婚式を挙げるとこまでさ。おにょれ歌のやつ、妹って言われた盆栽で許さないよ。ありがとうみんな。かける、僕のパパンを紹介するよ。はじめまして、ボジュール、パパンです。
いつも息子のフラットがお世話になってます。ブラッドポールって。どうも、はじめまして。かけるくん、ケーキのおかわりは？おう、じゃあもう一個。はい。でなんだよ、一体先から。小さい頃思い出したのよ。まったく小暮ってば、あの頃から私をからかって。俺なんかしたか？とぼけてもダメなんだからね。わかんねえって。ふむふむ、パパンの若い頃思い出す少年だ。パパンとカケルは全然似てないよ。パパンも昔からダンディだったわけじゃないさ。メスセボー。自分の気持ちを伝えることができない不器用な男でね、切ない初恋をしたものさ。アンドゥトロワ。だから決めたんだ、苦しい恋をする若者を助けるラブマスターになろうってね。アバチュ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 。楽しそうね。何のお話？いや、マイメロママさん。あ、何？ただの昔話ですよ。マイメロ、はい、昔話ばかりしている男ほど将来を期待できないものよ。はい。それではプレゼントタイムじゃ。なんとマリーランドでも大人気、わしの特大サイン入り生写真じゃ。ありがとうございます。なんのなんの。歌、プレゼントや。私もありがとう。失礼。歌ちゃん、ハッピーバースデー。プレゼントソングだぜ。イエーイ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。ジョー君、こんなところで。これが俺の熱い気持ちだぜ。うそー、静かにして。ケイイチ坊ちゃま、ジュン様がコンサートを開いております。いかがいたしましょう。潰せ。ジョー君、ジョー君の気持ち潰れちゃった。でもなんで大仏が。ハッピーバースデー、ウタ様。ケイチボチ様からでございます。ちと大きすぎましたか。兄貴の野郎。さすが柊木家、スケールが違うよね。カケルは何プレゼントするんだ。なあ、どんなの、どんなの。うっせやな。おい、かける。かける、それでどうするつもりぞんな、クロミ様。って、当たり前のこと言うんじゃないよ。ウタの誕生日パーティーなんかめっちゃくちゃにして台無しにしてやるのさ。え、クロミ様。にゃん、あれはめげる。かけるぞな。もうかけるは、プレゼントも渡さないでさ、せっかく頑張って買ったのに。俺がいくら頑張ったって、あの兄弟の前じゃかすんじまうんだよ。うん、それは言えるかも。かっこ悪い。俺、ユメノがあの兄弟と会うずっと前から一緒だったのによ。何やってたんだろうな。なるほど、歌がヒイラギ様たちと出会う前に告白しときゃよかったと、そう思ってるんだね。それあたりも大賛成。聞いてたのか。何を今さら。あんた歌のことが好きなんだろ、ヘタロくん。カケルだ。あんたの夢、歌のことばっかだし、カゲルくん。カケルだって。おまかせ。開け、夢の扉。カケルってこら、待て待て待て。デリシャース。だって美味しいんだもん。
それにうちでもこんなでかいケーキ作らないぜ。妹へ誕生日おめでとう。お母ちゃん、かけるくん知らない？え、いないの？かけるなら帰っちまったぜ。え？歌がプリプリ怒っとるから言いづらなったんちゃう。まあな。嘘、そんなつもりじゃ。私、探してくる。あ、俺も。お前はいかんで。なんでだよ。ええからええから、まあ飲み。あんたの夢を叶えてあげるってのに逃げるなっちゅうの。うるせえ、俺はかける前。あたいは狙った獲物は逃さない、プリティ悪魔っ子クロミちゃんだよ。幸せは逃してばかりゾラだけど、ぷっぺー、やっかましいんだよ。小暮れ、夢の、なんで、開け、夢の扉。あれ、ここどこ？歌の時間を戻したんだよ。柊木様に会う前の歌、出来上がり。はい、お嬢ちゃん、柊木圭一様って知ってるかい？誰？アクション！大変だ。さあさあ、今のうちだよ。好きだって言っちゃいな。そんで歌のハートをゲッチュしちゃえば、ヒイラギ様が歌を気にかけることもなくなって、あ、バンバンサイさん。痛い、耳痛い、痛い、耳。この前ぐるみ喋ってる。この歌ちゃんはバクたちのこともまだ知らないぞな。生きてるなぜに。バクな耳が、大丈夫だ、絶対元に戻してやる。いやー、小暮れ嫌い、大きな小暮れ怖い、もっと嫌い。なんで。うたちゃんまだ？大変だ、かけるとうたちゃんがクロミの悪夢魔法に。ち、クロミのやつ。フラット君、落ち着いて、ケーキを食べて一息つけましょ。あー、落ち着いた。甘いものは疲れた時にいいのよ。とっとと案内しろ。私たちも行きます。ダメよ、ぬいぐるみの大群を見られたら大騒ぎになるでしょ。そうじゃの、かなでちゃんの言う通りじゃ。やっぱ行くのはやめじゃ。かなちゃんに任せとけば絶対大丈夫だよ。ジュー君も言ったけど、ジューはちょっとどうかな。こっちこっち。俺もうダメ。さっき行くで。小暮嫌い。おい、大嫌い。だからなんでだよ。落ち着けって。俺はその別の小暮なんだ。え、別の？つまり君がその嫌ってる小暮とはちょっと違うの。じゃあ小暮じゃないんだ。ねえ、その小暮ってやつに何を怒ってんの？だってね、小暮ってすぐ蛇のおもちゃ出すし。あれはそのガキだったから。それに先生に当てられた時わざと嘘の答え教えるし。
髪引っ張るし、後ろからいきなり叩いたり、転んだ時だって笑われたし。ひでえやつだな。最低だ。でしょ？やっぱヘタルじゃねえか、俺。お兄ちゃんヘタルって言うの？なあ、そうだよ。夢のがヒイラギに会おうが会うまいが、俺ダメじゃん。お兄ちゃん？お兄ちゃん、その小暮ってやつ見つけたらぶん殴ってやりて。え？どうして？え、あ、それは。俺は何でもね。とにかくお前を元に戻してやる。待ってろ。何やってんだよ。告白しないのかよ、このヘタル。うるせえ。お兄ちゃん、なんだよこれ。好きって痛いと思ってるあんたの本心さ。ほれ、我慢してるともっともっと膨らむよ。いっちゃえ。かける。なんやあれ。早く言っちゃいな。なんだい、取り込み中なんだよ。こんにちは、クロメちゃん。あ、今度はピンクのウサギさんだ。お母ちゃんかわいい。人間の女の子ってお誕生日に大きくなるんじゃなくってちっちゃくなるのね。いや、わけないやろ。こら、座敷わらし。いや、あたいは知らないよ。せっかく告白できるチャンスあげたってのに意地を張るあいつが悪いんだかねーだ。ヘタル兄ちゃん、告白せえへんのか。黒海の魔法だけど、これもチャンスだと思ってさ。うるせえ、悪夢魔法の力なんて借りるかよ。俺は自分の力でやってみせる。かけろ。よう言うた。くるっちゅい。あたいもヒイラギ様にこれくらい思われてみたいよ。だったら黒海様もヘタルみたいな男を好きになったらいいさんな。あたたいが一途なヘタルが100人いたって、さっきないヒイラギ様一人には100倍かなわないんだよ。女心は複雑だな。告白は自分の力で、それでよろしいのですね。ボンジュール。ああ、頼む。おい、ムッシュ。愛の力のもとに、そなたの呪いを解きましょう。へへ。いけ。わしゃ王様じゃぞ。必殺マルニエの木の下で君に10タイムラバロー。ここに？お前ら、うたちゃんに後かけるにもよくもひどいことしやがったな。すみません。でもジュン様ほどひどい目にあってないぞな。はい、王様、フラット君のパパ。あれ、私？うたちゃん、マイメロ大丈夫？え、何が？私何してたんだっけ。小暮を探してて。俺ならここ。あー、いた。小暮、もう何やってんの。いや、まあそのあ、そうだ、これ一応。え、
開けてみて。かわいい。夢のガキん時からかって悪かったな。ごめん、マジごめん。こぐれ、なんだよかけるのやつ、プレゼントってあれだけ。あんたら兄弟が変なんやって。そうそう、変？どこが？おい、今日の主役、そろそろパーティーに戻るで。はい、今行く。こぐれ、これありがとう。どういたしまして。高いどの音符さんだ。よし、ケーキの食い直した。まだ食うんかい。ひなすびの神様、地元のみんなのお悩みをズバリ解決。でもたまにはゆっくりお休みしたいな。じゃあマメロが代わりに神様になってあげる。あ、ほんと、よろしく頼むよ。ねえねえ、クロミちゃんもやんない？次回お願い、マイメロディー、くるくるシャッフル。手をつなげたらいいな。あー、ナステンちゃんとナスマちゃんの誕生じゃ。